皆さん、こんにちは。ペコさんが自身がプロデュースするブランド、トスタルジッククロージングの服を着た写真をインスタグラムに投稿した時のコメントに、私は 158cm、48kg と書き込んだことが SNS で話題になったそうです。体重48kgにたどり着くまでの話を聞くと、そこには体重の増減とともにドラマがあったんですね。ペコさんは次のように語っていました。私のお母さんが太っているんで、だからなのかもしれないけれど、めちゃめちゃ太りやすいタイプ。でもバレエを本気でやっていた時は、胃の大きさを自由自在に変えられるのが特技でした。1日食べるのを我慢すると、次の日から我慢という気持ちは湧き上がらず、食べなくても平気になるんです。日頃からのご飯は玄米にしたり、ささみを食べたり、基本的なことは気をつけていたからかもしれないけど、死ぬ気で痩せようとしたことはないです。とペコさんは語ります。だから、ティーンの頃はダイエットはほとんどしてきてないです。ただ、一度だけテレビに出演し始めた20歳の頃、慣れないテレビのお仕事でめちゃくちゃ食べてしまって太りました。その時は57、58キロくらい。それで当時所属していた事務所のマネージャーさんから、ちょっと痩せようかって言われてしまいました。と続けます。ペコさんは、スリムな人も素敵だと思うけど、あまり細すぎるよりも肉付きのある人が自分のタイプ。ムチッとプニッとしている方が可愛いと思うから、自分もそうでありたいと思っていたんです。だからマネージャーさんから指摘された時も、めちゃめちゃ太っているかなと思ったくらいで、痩せなきゃなんて全然思っていなかった。太っていても可愛い、今の自分がめっちゃ可愛いとしか考えていなかったけど、事務所の方から言われたのでダイエットしました。体重は2ヶ月で8キロくらい順調に落ちたんですよ。その時のダイエット方法は、振り返ってみるとあまり良くないですが、炭水化物を全く食べないで2ヶ月間過ごしました。しかしこの激痩せの裏には、昨年自ら命を絶ってしまった元旦那リューチェルさんのことが関係しているのではと言われています。そんな中、アエラ.トットポッドキャストの新春特別企画にペコさんが登場しました。人生のパートナーであるリューチェルさんが亡くなったその後、ご自身の気持ちや5歳の息子の様子などを振り返っていました。さらに2024年はどのような年にしたいのか、ペコさんの心境を聞きました。2023年はペコさんにとってさまざまなことがあった年だと思います。7月にリューチェルさんが亡くなってから半年が経ちました。今のお気持ちをお聞かせくださいという質問に対して、ペコさんは、正直半年経ったからどうというのはないです。私の中ではお別れしたその時から特に感情の変化はありません。その瞬間から息子と前を向いて頑張っていくしかないという思いでした、と答えます。今は息子の前向きさや素直さなど、息子から感じるリューチェルさん譲りの優しさみたいなものを日々感じています。時には寂しくなったり、逆にめちゃくちゃパワーをもらったりという日々ですね。リューチェルさんが亡くなられてすぐ後に、ペコさんは自身の SNS にメッセージを投稿されました。理路整然としたまっすぐな言葉が話題になりました。という問いに対して、ペコさんは、あの時は今自分がやるべきことはこれだという思いでした。自分で言葉にして皆さんに伝えることで、自分自身の気持ちも整理することができました、と語ります。純粋にすごく悲しいし、信じられないという思いはもちろんありましたが、息子がいてくれるし、守ってあげないといけない存在が目の前にいることで強くなれたというか、やるしかないというような思いでした。良い意味でどん底になるような瞬間はなかったというか。気持ちを受け止めるときはどういう言葉をかけることが多いですか、という質問に対して、ペコさんは、泣いているときは悲しいよね、ママも同じ気持ちだし、悲しいんだからそれでいいんだよと話しています。悲しいと思ったら泣いていいし、
いっぱい泣いたらその後に、ママといっぱい牛しようね、と言って、と答えます。もうお空に行っちゃった人、亡くなった人のことを思い出すって、すごい悲しい気持ちになるよね。だから、思い出したくないと思う人もいっぱいいるんだけど、でも、こうやっていつもいっぱい、ダダのお話をしてあげたり、ダダに話しかけたりしてあげると、それはダダが一番嬉しいことだから、本当に喜んでいると思うよ。とペコさんは息子に伝えているそうです。また、ペコさんは、3月15日午後9時半から NHK、Eテレで放送される、ドキュメンタリー番組、スイッチインタビューに出演したそうです。対談相手に希望したのは、2年前に同番組でリューチェルさんと語り合った、平野さんだそうです。平野さんは1歳の時に父を亡くし、家族で力を合わせて生きてきた経緯があり、2人は大切な人の不在を描いた小説、本心をモチーフに語り合うとのこと。ペコさんは、2年前のリューチェルとのスイッチインタビューを見て、この人にならありのままの言葉で思い切り気持ちをぶつけられるなって、言葉足らずな思いとかも受け取ってくださるのかなって思いました。とコメントしています。平野さんは以前リューチェルさんとスイッチインタビューに一緒に出させていただいて、すごく僕にとってもいい思い出なんですけど、リューチェルさんのことはずっと心残りになっていて、どこかでリューチェルさんの話をゆっくりする場所が必要だなとずっと思っていました。とコメントしています。また、そんなペコさんには、再婚して妊娠中なのではと噂になっています。そこで今からは、ペコさんは再婚して第二子妊娠していた。ペコさんの息子はリューチェルさんに、このことについてまとめてみました。ペコさんは、リューチェルさんと結婚され、第一子を出産した後、離婚しています。その後、元夫のリューチェルさんは亡くなられました。今はシングルマザーとして、子育て中のペコさんが再婚し、第二子を妊娠しているのではと噂になっています。調べてみたところ、ペコさんは再婚しておらず、妊娠出産もしていないようです。なぜそんな噂が出てしまったのか、いくつかの理由がありました。ペコさんと子供のリンク君と男性が、一緒に歩いていたところを目撃され、SNS に投稿されたと言われています。しかも、その男性の腕にはリンク君の名前が、タトゥーで彫られていたとも噂されているようです。しかし、その投稿が削除されているのか確認ができませんでした。男性と歩いていても交際相手なのか不明で、仕事関係の人かもしれませんし、彼氏と決めつけるのは無理があると思われます。リンク君の名前が彫られたタトゥーがあったと言われていますが、タトゥーで彫るほどの仲であれば、週刊誌の記者がスクープしていてもおかしくありません。しかし今のところそういった報道はされていないため、再婚したという情報はデマではないかと思われます。ペコさんはリューチェルさんと結婚し、第一子を出産した頃、2人目が欲しいと言っていました。ペコさんにもリューチェルさんにも兄弟がいたので、息子にも兄弟がいて欲しいと思っていたようです。私もリューチェルも兄弟いるから、兄弟は作ってあげたいなとはもちろん思うけど、今はまだリンクに独占してほしいですと考えを明かした。ネットで調べたところ、ペコさんとリューチェルさんが離婚する前、いろいろな取材のインタビューで第二子が欲しいと答えていたようで、第二子希望についての記事が多く出てきます。彼氏がいると噂になり、過去の2人目が欲しいという情報と混ざってしまい、妊娠しているとデマ情報が流れてしまったのではないでしょうか。ペコさんのインスタグラムで見ても、ペコさんのお腹が大きく妊娠しているような写真はアップされていません。このことからも少なくとも妊娠出産はしていないと思います。ペコさんの子供の名前はリンク君で、現在5歳になるそうです。2024年2月にペコさんが投稿したリンク君との写真が、亡き父親のリューチェルさんに似ていると話題になっています。2024年2月4日に投稿された写真で、結婚式に招待された時の写真だそうです。顔は隠れて見えないものの、雰囲気は父親のリューチェルさんに似ているような気がしますね。おでこや前髪のあたりも面影があるように感じます。この写真を見たファンからも父親にだと
多くのコメントが寄せられています。このインスタグラムにはたびたびリンクくんの写真が投稿されており、ペコさんが本当にリンクくんを大切にしている様子が伝わってきます。新しい彼氏ができたのではと噂されていますが、大事なリンクくんを育てることが最優先で、再婚はまだまだ先の話になるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。シングルマザーとして一人息子を育てているペコさん、再婚し2人目を妊娠している噂はデマだったようです。これからもペコさんの活躍を見守っていきたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。